はい、中山壮です。まあこんまあね、もうファーストテイク風に今ね音声取ってもらってると思うんですけれども、やろうか。ほら俺がファーストテイク出たらこんな感じだよ。ということで、抜き打ちもとっても久しぶりになってしまいましたが、先日二十歳を迎えた翼くんなので、ちょっといつもとは違った感じの抜き打ちをご用意いたしました。じゃあスタジオ入ってみます。ありがとうございます。ハッピーバースデードトゥーユー。ありがとうございます。バースデードどうですか、この何がですか。今日の調子は。今日の調子ですか。今日はめっちゃいいですね。どう思いますか。あ、まあ僕的にはですね、はい、この自分が作業している、うんうん、でここに、はい、マネージャーさんがカメラを持って、はい、しかも横向きで突撃してくるもうこれはもう抜き打ち正解。今日は、はい、あの普通にオリジナル曲の収録で、はい、ここのスタジオじゃないですか。来てますし、いつも違うでしょ。そう、このステージですね、はい、すごい綺麗なステージ、はい、すごい綺麗。 OK です、 OK です。もう今すぐですね。わ、はい、かりました。お願いします。いっちゃいますよ。はい。しかもなんならまだあのパソコンも準備してないんですよ、レコーディング。そうですよね、うん、やるんですかここで。やりません。やりません。どういうこと。やりません。ここではやりません。ほう、うん、今日は20歳記念ということで、はい、別ステージをご用意しましたので、はい、ちょっとじゃあついてきてもらっていいですか。あ、わかりました、わかりました。はい、こんな感じに。ファーストテイクみたい。ファーストテイクです。なんでこれ使ってんか。どこで歌ったらいいか。ここ。そう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 。あ、ちょうどいい画角です。なるほどね。ここでいい画角です。てか今日の曲聴いてないじゃないですか、これ。言ってます、私も。今日言ってます。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。バックナンバーさんのハッピーバースデーになります。なるほどね。なんか入ってきた時にハッピーバースデーのトゥーユーとかで入ってきました。そうです、そうです。それはそういった事情です。で、ここで大変ってことで。そういうことです。あのね、あ、準備とかないですか。あ、もうしてあります。あ、このまま行くんですか。ボタン1本で見ててね。すげえ。マジファーストテイクやん。ちょっと待ってください。めっちゃ緊張するな。いつもと違うとこやから。だいぶね、はい、中山壮です。まあこんまあね、もうファーストテイク風に今ね音声取ってもらってると思うんですけれども、まあ、たあのハッピーバースデイドゥってね、あのマネージャーさんが言ってたのは、今はですねもう誕生日は明らかに過ぎているということなんですよね。9月の8、まあちょっとね、いつもと違うスタジオで緊迫するんだ、緊迫振りかけんな、緊張するんですけれども、ハッピーバースデーの方ですね、バックナンバーさん歌っていきたいと思います。ふう、やろうか。ほら俺がファーストテイク出たらこんな感じだよ。はい、スタッフ盛り上げていこうぜ、一人。さあやっていきましょう。じゃあ早速お願いしていいですか。はい、お願いします。いつの間にやら日付は変わって、なんで年って取るんだろう。もう背は伸びないくせに着信の音で飛び起きたけど、損したな君かと思ったのに。何かの手違いで好きになってくれないかな。どうにも
君のいない場所は空気が薄くてさ、くだらない話は思いつくのに、君を抱きしめていい理由だけが見つからない。ああ遊ぼうか、そうだよな、ハッピーバースデー片思いの俺。は知らないけれど、好きという名前の痛みになら詳しいかも。君にも教えてあげたいけれど、結局教わるのは俺だろう。このまま今日が終わり明日が来れば、いつになっても縮まらないこの距離を、駆け引きにも綱引きにもならないやり取りを、もっと単純な名前で呼んであげられるよ。何一つ追われないけど、言葉の繰り返しで辻褄もきっと合ってない、物語の続きに独りよがりの毎日に、ハッピーバースデー君に言ってほしいだけ。くだらない話は思いつくのに、君を抱きしめていい理由だけが見つからない。ああそうか、そうだよな、ハッピーバースデー片思いの俺、ハッピーバースデー中山翼くん。伴奏眺め、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。じゃあバイビー、まさかのこっち、うーん